ソ連邦英雄はソビエト連邦における英雄称号。国家最高の英雄称号であり、最優等の英雄等級であった。ソビエト連邦の国家や社会のための任務において英雄的な行為を示した個人や集団に対して贈与された。多くは戦争における結出した戦績や自己犠牲に対して送られたが、探検、宇宙開発、 救命などでの功績に対しても贈与された。ソ連邦英雄の称号を与えられた者には、レーニン勲章とともに、ソ連最高会議官部会から優秀者の印として、英雄的行為の証明たる金星章が与えられた。その個人が複数回ソ連邦英雄の称号を与えられた場合でも、レーニン勲章は一度しか与えられなかった。 この賞は1934年4月16日に創設された。この称号を授与された人の総数は12,745人である。彼らの大部分が第二次世界大戦中に授与された。65人は1979年から1989年まで続いたソ連のアフガニスタン侵攻における戦績によりこの称号を授与されている。 ソ連邦英雄賞を最初に受け取ったのは、アナトリー・ラピデフスキー、ジギスムンド・レバネフスキー、バシリー・モロコフ、マブリキー・スレピネフ、ニコライカ・カマーニン、イワン・ドローニンとミハイル・ボドピアノフといった、パイロットたちであった。彼らは飛行調査の功績、及び1934年2月13日に、流氷にあい北極海にて沈没した、蒸気船チェリウスキン号の乗員救助の功績を、 認められ授与された。パルチザンであった像やコスモデミアンスカヤは1942年2月16日に授与された。世界に誇る女性エースパイロットであったリデアリトバクは死後にこの栄誉を受け取った。有名なロシア人狙撃兵バッシリザイツエフはこの称号を受けたよく知られた一人であり、彼の業績は映画エネミー・アット・ザ・ゲイツに描かれている。 この賞は個人のみならず、英雄的な戦闘を行った12の要塞、都市に対しても与えられている。例えば、ブレスト・リトフスクもそうであり、英雄都市と呼ばれる。最後のソ連邦英雄は、レオニード・ミハイロビチ・ソロドコフ将尉である。潜水士であった、彼は国防省の研究所で、深海探検や潜水艦救助などの研究を行い、生涯にわたり、 深海で長時間を過ごしており、英雄的な潜水行為により、ソビート連邦の崩壊直前の1991年12月24日に授与された。ソ連崩壊後は、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタンなど各国が独自に英雄賞を授与するようになった。101人がソ連邦英雄賞を2回授与された。2回授与されたものは、 功績が記された石碑と、その上に据えられた銅像を、故郷の町に設置される栄誉を与えられている。有名な二人のソビエト戦闘機パイロット、アレクサンドル・ポクルイシュキンと、イバーン・コジェルブは、ソ連邦英雄を3回授与された。3回授与されたものは、モスクワのソビエト宮殿近くの炎上の台座に、銅像と石碑とを設置される栄誉を与えられている。 個人で最も多く授与されたのは、ゲオルディ・ジューコフとレオニード・ブレジネフの4回である。この賞の規定はもともと3回までしかないもので、それに反していた。なお、1988年個人に複数回授与することは禁止された。第二次世界大戦終了後、この称号の価値は、やや減じた。1970年代までに、政治家や高級軍人などに対しても、 英雄的行為なしで記念的に授与されることがあったからである。ジューコフへの4回目の授与もその一つで、1956年12月1日に60歳記念に授与された。セバストポリ首相ソ連邦英雄に与えられる金星明は、ボルゴグラード氏やセバストポリ氏などいくつかの英雄都市の首相の中に異賞の一つとしてあしらわれている。セバストポリは、 第二次世界大戦のセバストポリ包囲戦で、数軸国軍によって陥落するまで長い期間を戦い抜き、戦後に英雄都市の称号を与えられた。権力を振るっていた時期のお手盛りだったらしく、しばしばアネクドートのネタにされている。ありがとうございます。